お世話になっております、マサルです。今回は CM について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず CM とは何か概要をお話しします。次に CM で集めるログについてお話しします。それでは始めていきましょう。 CM はセキュリティインフォメーション&イベントマネジメントの略です。 CM は相関関係をもとにログを分析するというのが特徴です。相関関係を分析することにより、単一のログでは検出することができない不審な動きを検出することができます。CM 自体は昔からあるサービスなんですが、従来は CM を社内に導入するオンプレミス型の CM が主流でした。しかしオンプレミス型の CM はログを収集、保管するために膨大なストレージが必要になり、そのストレージの確保が CM 導入の大きな壁になっていました。しかし近年ではクラウド型の CM が主流になっています。クラウド型であれば利用状況に応じて柔軟にストレージを増減させることができるので、 CM の導入ハードルが低くなっています。次に CM で集めるログについてお話ししていきます。従来型のオンプレミス型の CM はストレージに制約があり、限定的なログの取得になってしまうことがありました。一方クラウド型の CM はストレージを確保しやすくなったため、 DNS サーバーやネットワーク機器といった幅広い機器のログまで収集が可能となり、不審な動きをより多面的に解析できるようになっています。集めたログはユーザーが設定した検知ルールによって検知されたり、 CM のベンダーがあらかじめ組み込まれている検知ルールによって検出することができます。ただし基本的に CM で行うのは検知までということも覚えておきましょう。管理者は検知した内容を確認して対応する必要があります。それでは今回は CM について一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はこちらの過去問に挑戦してみましょう。基本情報技術者試験令和元年秋の午前問い43です。 CM の機能はどれかという問題です。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。また間違い選択肢に関しても何の技術を指しているのか考えてみてください。それでは正解を発表します。正解はい、さまざまな機器から集められたログを統合的に分析し、管理者による分析と対応を支援する、これが CM の機能です。他の間違い選択肢を見ておきましょう。隔離された仮想環境でファイルを実行して C&C サーバーへの通信などの振る舞いを監視する、これはサンドボックスです。うの選択肢、ネットワーク上のさまざまな通信機器を集中的に制御し、ネットワーク構成やセキュリティ設定などを変更する、これは SDN です。えの選択肢はパケットのヘッダ情報の検査だけではなく、通信先のアプリケーションプログラムを識別して通信を制御する、これは IPS や WAF の機能のことを言っています。えの選択肢といの選択肢を見比べてみてください。絵の選択肢は通信を制御するとあります。つまり不正な通信があった場合に遮断するなど通信の制御をすることができます。ただ CM に関しては管理者による分析と対応を支援するという表現になっています。 CM は基本的な機能として通信を制御することはないということも覚えておきましょう。それではおまけトークまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。